おはようございます、釣り子 TV です。アブガルシアということで、これ実はね、あの正月の毎年やってるですね、あの1万円分キーポンのね、くじ引きを引こうっていうね、あの動画の時に手に入れたブラックバックスっていうリールなんですけども、これね、アブのリール手に入るんだっていうことで、ハズレ券ですね、ハズレ券を規定の枚数集めるとなんとリールと交換できちゃうってね、これはすげえなーと思ってね、一つね手に入れてみたんですけども、箱かっこいいですね。で、横にはこうやって仕様が書いてありますけども、ブラックバックス、まずね名前がかっこいいですよね。で、何かっていうとね、アブのリールの中でも比較的お求めやすい価格で手に入る、リールっていうことでいいんじゃないかなと思っていて、だいたい1万円前後で売っているリールなんで、店頭で買おうとするとですね、もっと、まあ、7000円台とかね、そういう感じで探すことができたんじゃないかなっていう、そういうイメージなんですが、ただね、これ横見ていくと、まずね、自重が 202g ね、結構ね軽く抑えてきてるよなっていうことで、 202g で、でね、ギア比のところは 6.4:1 ってね、オーソドックスな、ギア比なのかなって、ね、で、ベアリングなんかもね5つぐらい入っていたりしてですね、まあ、そんなところが、見て取れるなっていうところと、最大ドラグ力のところを見てもね、6キロまで、っていうことで、で、この糸巻き量に関しては16ポンドが115メートルっていうことで、比較的、太めの糸ががっつり入れることができるなっていう、そんな印象があるので、なんだろう、例えばこういうリール自分はよく海で使ったりね、まあ、例えばタコ釣りで使ったりとか、まあ海のちょっと力強い釣りの時とかに、まあやっぱり高級なハイエンド機種だとね、まあなんか潮のね、こうサビとかも気にしてなかなか使いづらいななんていうことがあったりするんですけども、そんな時もこういうブラックマックスみたいなリールが一つあるとね、いいんじゃないかなと思って、ね、結構ねガチで欲しかったリールです。じゃあね、早速開けていきたいと思います。まあ箱はまあ先ほどから見てますけども、こんな感じで、ね、かっこいいなってことで、どんなリールかね、まあここで見てもちょっと色はね好みな感じの色だなと思うんですけども、はい、すごいちゃんとね、リール袋がついてくる、これはすごいな。はい、で、取扱説明書が入っていて、ね、なんか保証カードみたいなのがあって、じゃあ早速、はい、出てきました、ブラックバックス。いいですね、この黒いボディがかっこいいな。へー、あ、ちゃんとね、こうかっこいいオフセットみたいな感じのね、ハンドルがついてますね。まあ、ここら辺は高級機種みたいにくる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 って回ることはないんですけど、まあ、必要十分な作りというか触り心地じゃないかなっていうところですね。で、ここにブラックバックスってね書いてありますね。何で釣ったのって言ってね、ブラックバックスで釣ったよってね言えるんじゃないかな。あ、でクラッチのところは非常にねカチッとした感じ。まあ握りに関してはね、アブのこの形ですから非常に、握り込みやすいんじゃないかなってね、ロープロな感じかなっていう。で、まあ、ここを見るとこういう感じでね開いてるじゃないですか。これによってスプールがよりちょっとね低めに設定できて、それによってこう握った時のねバランス感が良くなってくるんじゃないかなね。そんなね、なんだろう、高級機種にあるような機構がそのまんま形的にはね、まず、この安いモデルにも乗っかってきてくれているな。まあ、ここら辺がチリチリチリカチカチカチってなることはないな。
ドラグのところも、すごい静かですね。で、ドラグクリック音もないですね。うん、はい。じゃあ、ちょっと一回開けてみたいけど、これどうやって開けるのかな。こう今ね、説明書を見ると、ここの、ね、このシャフトみたいな部品があって、これを指をかけながら、押して、ずらして、開いた。はい。まあ、マグネットブレーキシステムですよね。うん。これマグネットブレーキシステムがあって、で、横はこんな感じですね。はい。ちょっとね、せっかくスプール出したんで、スプールの重さもね、測っておきますかね。今、手元に重さがあるのがあるので。はい。スプールはね、17.9g っていう風にね、表示されました。そんな感じの重さのスプールが、積んであって、で、ここにこう戻して、まあ、糸巻き量もね、きっちりある感じだしね、これには16ポンドとか入れて使いたいかな。あ、で、入れるときはね、カチッと入りましたよ。これ覚えておいたらね、こう、この、なんか、このへこみに指をかけて、グイッてやると、解除されて、で、開きますってね、こういう感じなんです。今最初ね、どういう感じで開けるのかな、ちょっとよくわかんなかったんで、ね、戻して、はい。で、これ、どんな竿につけようかなと思ってね、この黒と赤のスパルタンな感じのデザインなので、はい。アブガルシアでね、一緒の感じでつけていこうってなると、このね、ファンタジスタの、レジスタですね。これ10周年モデルだったかな。こんな感じの、黒いね、ボディのね、竿に合うんじゃないかなと思って。アブだとね、新しく出るベルサートだっけな。あれなんかもね、黒い感じのデザインでこのブラックマックスに合うんじゃないかなと思って、早速リールをつけた感じちょっと見てみたいと思いますね。あー、いいですね。これこんな感じなんですけども、あー、かっこいいな。レジスタがね、結構赤色なんかの差し色が多い竿なんで、これ以外にもね、他のレジスタも持ってるんで、なんかレジスタ使おうなんていう時に、このブラックマックスちょっと試しにつけてみようかな。まあ、ギア比はね、使いやすい、そんなハイギアすぎもせず、ローギアすぎもせずっていう感じのギア比なんで、あ、で、202g っていう自重ということなんで、竿につけた時もね、変に手元の重心が来すぎるっていうこともなく、かといって、穂先の方が、下がるようなそんなイメージもなく、非常に手元にこうしっかりと重心が来て使いやすそうだなっていう感じですね。これまあ海で使ってみようと思ったけど、まずはねブラックバスでもね、使ってみようかなね。またね、使い心地の方は実況動画の方とかでね、ちょいちょい出てくるようになるんじゃないかなと思うんですけども、まずはね、ブラックマックスどんな感じか開けてみましたが、どうですか？すごいですね。今1万円前後のリールでもこんなね、かっこいい、いい感じなんだな。なんかね、昔からブラックマックスね、確か丸型で安めで買いやすくみたいな感じでね、このブラックマックスって名前は本当、自分が子供の頃からなんかあるシリーズだなっていう印象があるので、最近のブラックマックスってなんかすごいことになってるんだなっていうのが、感じることができましたね。こういう感じのが、くじ引きで当たるっていうのもね、なかなかキーポンなのくじ引きも本当面白いので、で、横にこう、あ、クリック音があって、マグネットブレーキの調整があってっていうことで、もう十分ね、上位機種でそのマグネットブレーキの使いやすさとかね、そ
そういうのがあった上で、それがこういった安いモデルにもね、ちゃんと落っこちてきてくれているんじゃないかなということで、非常にね、期待の、リールというか、まあ、せっかく当たって手に入ったんで、ちょっとねしばらく2021年これね、使ってみようかななんて思います。まあ1万円前後のアブのリール、どんな感じの使い心地なんだろうってね、そんなところもねお伝えしていければと思いますので、まあチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またブラックマックスなんだかっこいいんじゃねえかっていう人はね、ぜひいいねボタンの方もます。はい、というわけでね、本日の釣りこう TV はこちら、アブガルシアのですねブラックマックスね、1万円前後で買えるね、なかなかコストパフォーマンスに優れたリール、これをね、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。